岡ソフトバンクホークス対福岡。さあ、そして打席には柳田が入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点して引っ張った、取った、一塁送球アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。これは進塁打になりました。リプレイでご覧いただきましょう。いや、残念でしたね。9番バッター阿部、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。あ、いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。これはショート取りました。スリーアウトチェンジ。バッターは DH 松井、今日はまだ当たりがありません。フォアボールのランナーが出ています。打ちました、ピッチャー取った、2塁、おっと送球がそれた、